ダブルリターンズでの照井は変身前の状態での格闘や銃撃戦など体を張ったアクションが多い。ちなみに3階から飛び降りても当然のように無傷である。リリー白金の体はインビジブルメモリの力で生身のまま透明になれる。ドーパント化しないのは改造メモリだからなのだが、その反面リリーが死ぬまで回収できない鬼畜仕様である。ちなみにリリーのモデルはカラクリサーカスの白金という説がある。リリー役長沢の特技は吹き替えなしのアクション。ちなみにボスで気軽に使える中国拳法 OL 護身術の使い手でもある。リリーを演じた長沢はハリケンジャーでハリケンブルーを演じた。ちなみに当時の衣装が一部ファンの間で大好評だが、共演者からはボンレスハムと知られ、長沢本人も気にしていた。